はい、皆さんこんにちは。ノマドフィルムのりょうです。本日は GoPro とミラーレス一眼、こちらを7つのポイントで比較してどっちを買えばいいのっていうのを説明していきたいと思います。はい、梅雨入りしたということで、最近は雨が降ることも多くなってきましたね。いやー、なかなか天気が悪いとカメラを持ってくのもめんどくさいなーって思うことがあるんですけど、まあ今回のお話だとそういった時は GoPro が結構強いのかなとかも思ったりします。はい、そんな感じで今日は、GoPro とミラーレス一眼それぞれのメリットデメリットを7つのポイントに絞ってご紹介したいと思います。で、結構この2つ両極端だと思うんですけど、まあ間に例えばコンデジ、ちっちゃいデジタルカメラだったりハンディのビデオカメラとかあったりすると思うんですけれども、今回はこの GoPro と、ミラーレスの一眼、まあ、一眼をこの両極端で比較をしていきたいと思います。で、今回主に説明するのは7つのポイントになりますね。サイズ、画質、耐久性、画角、センサーサイズ、カスタマイズ性、コスト面に、この7つのポイントに絞ってご説明させていただきます。はい、でここに実際にあるのが GoProですね。で、こちらが、ちょっとレンズになるんですけど、本体は今撮影で使ってるのでレンズを便宜上使わせていただきます。で、それぞれ比較していきます。まずサイズの面ですね。サイズは、まあこれ見てわかる通り、これレンズだけでミラーレスはこちらのサイズになります。で、 GoPro がこちらのサイズですね。今回使ってるのが GoPro の、ヒーロー7のブラックになります。で、サイズ見ていただくとわかると思うんですけれども、圧倒的に GoPro の方が小さいです。なので携帯系で言うと GoPro の方に軍配が上がるかなと思います。次に画質の面ですね。画質、GoPro は写真の場合2000万画素が画質になっております。動画の場合は 5K30p と 4K の場合だと 120p まで撮影ができます。で、ミラーレスの場合は今回ちょっと例えとしてソニーの α7-3 を例に挙げさせていただくんですけれども、だいたい2480万画素が、写真になっておりまして、動画ですと 4K30p が撮影できます。なので、そういった点で言うと写真に関してはミラーレス一眼、動画に関しては一応 GoPro の方が 5K まで撮影できるので、こっちの方がいいかなと思います。次に画角ですね。画角というか、まあ焦点距離、まあ、どれぐらいの広さを映せるかというところなんですけれども、これは数字が小さければ小さいほど広い範囲が見えて、大きければ大きいほどこう画角が狭くなるというような形になります。で、35mm 換算で今回説明させていただくんですけれども、 GoPro の場合 9mm から 33mm までの焦点距離で撮影ができます。なので結構広い範囲が撮影できますね。で、ミラーレス一眼の場合ですと大体ですけど 12mm ぐらいから、まあ一番長くて望遠だと 600mm ぐらいまで撮影ができます。なので幅が広いのはミラーレス一眼で、広角を撮りたいのであれば GoPro になります。なのでこう自然とかのダイナミックな映像を撮る場合は GoPro とかの方がすごい広い範囲で撮ることができますね。で、人物像とかを撮りたい場合はミラーレス一眼の方が、こう遠い焦点距離のレンズが使えるのでいいと思います。で、次に耐久性の部分ですね。もちろん耐久性、こちらアクションカム、 GoPro がアクションカムなのでこちらの方が耐久性は強いです。水中とかでも使えますし、もちろん落としても問題ありません。で、そういう点で言うと、ミラーレス一眼の方は水中はもちろん水没してしまうので、防水ではないので水中は NG で、かつ落としても故障してしまいますね。まあ、水中の場合だとこうハウジングとかをつければ持っていくことはできるんですけど、結構そのハウジングが高価だったりします。はい、なので、耐久性の面では GoPro の方が優れていると言えますね。で、次にセンサーサイズの面になります。GoPro は、2.3 分の1センサーを利用しております。ミラーレス一眼の場合は α7-3 を例に挙げると 35mm のフルサイズセンサーになります。で、僕が今こちらで使っている α6400 は APS-C のセンサーサイズで、まあ、一部他にもマイクロフォーサーズのセンサーとかがあるんですけれども、原則はミラーレス一眼の方がセンサーサイズが大きいです。で、このセンサーサイズが大きいと何がいいかというと、こうセンサーのサイズが大きいのでより多くの光を取り込めるということもあって、暗いところでの撮影が得意です。
なので、暗いところでの撮影とかをしたい場合はミラーレス一眼の方が強いです。で、次にカスタマイズだったりこう操作性の部分ですね、GoPro に関しては、マウントをこう取り付けることができます。で、そのマウントを取り付けて、まあ自分の体の一部とかだったり車とかにつけることができます。なのでこういろんなところにつけてその一緒に動いていくっていうようなイメージになります。で、ミラーレス一眼こちらはかなり幅が広くてこうカスタマイズっていう点で言うとこうそもそもレンズが交換式になるのでいろんなレンズでこういろんな形の映像だったり写真を撮ることができます。ミラーレス一眼は他にもマニュアルでの設定が簡単にできます。 F 値だったり ISO シャッタースピード等をすぐこう操作画面で変えることができます。一応この GoPro でも変えることができるんですけれども毎回こうメニュー画面を開いて操作するのが必要になるのでちょっと面倒くさいっていう感じですね。で、他にも、ミラーレス一眼はリグとかを組んでリグっていうなんていうんですかねこうケージカメラにケージとかをつけてこう他にもその上にこうマイクをこう取り付けたりモニターを取り付けたりといったこうかなり拡張性が大きくなっているのがミラーレス一眼になっております。なので撮影の幅が広いのはミラーレス一眼になるかなと思います。はい。で、最後にコスト面ですね。コスト面に関しては、GoPro ですとだいたい6万円以下ぐらいですかね。6万円前後ぐらいで、上位機種が買えるようになっておりましてミラーレス一眼ですとちょっと、この前ご紹介させていただいたんですけれども、まあ、写真も映像も綺麗に撮りたいということであれば、まあ、15万円ぐらいからかかってくるかなと思います。ただ、他にも入門機とかであれば、まあ、10万以内で買えるものもあるのでもしそっちの方に興味がある方はぜひ探してみてください。はい、今回7つのポイントに絞って、GoPro とミラーレス一眼のいいところ悪いところをご説明させていただきました。他にも、手ブレ補正が強いのは GoPro だったりすることがあるので、気になる方はぜひコメントとかで質問ください。はい。で、今回7つのポイントで GoPro とミラーレス一眼のいいところ悪いところをご紹介させていただいたんですけれどもそれぞれどういった人がじゃあ合っているかというと GoPro は結構そう画質とかを気にせずいろんなところでガシガシ使いたいっていうタイプの人がおすすめだと思います。水中とかが使えるっていうのはやっぱり大きいですね。ただ、ボケ感とかはそういう綺麗な映像を撮りたいってなった時はちょっとカスタマイズ性とかにマニュアル操作とかがめんどくさいということもあるのであまりおすすめはできないです。ただこの小ささで持ち運べるっていう考えるとすごいそれはメリットだと思います。気軽にこう Vlog とか撮りたいっていう方に関してはこちらの GoPro がおすすめですね。はい。で、ミラーレス一眼は綺麗な写真とか映像を撮りたいっていう方におすすめです。レンズとかを交換すれば本当にいろんな映像だったり写真が撮れるのでこだわって写真や映像を撮りたいっていう方はミラーレス一眼がおすすめです。私自身はこちら両方とも使っております。水中だったり、まあ、スノボとかで結構動くことがある場合は GoPro 他にもそうですねタイムラプスとか自然の中でタイムラプスを撮るっていった時はこちらの GoPro を使うことが多いです。で、本気で映像を撮りたい本気で映像や写真を撮りたい綺麗なものを撮りたいってなった時はこちらのミラーレス一眼を使うようにしております。ぜひそのご自身の特性に合ったカメラを選んで買ってみてください。今回の動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。コメントもぜひお待ちしておりますのでどしどし書いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。